メラ屋さんにいますが、店内の電気が、全て消えました、停電になりました。茨城県鹿嶋市でも町の一部から完全に明かりが消えた。こちら茨城県の鹿嶋市上空です。画面一面点々と明かりがつくだけで、奥の市街地の方に比べるとほとんど明かりがついていません。自動車の明かりが頼りなく光っているのがこちらからは確認できるだけです。都内でも停電に備え、今夕方6時です。ここは東京足立区の西新井です。第5グループに入っていまして、夕方5時以降停電という話になっていました。その時に備えまして、交差点にはご覧のように警察官が配置されています。しかしその予定の時刻から1時間が経っているんですが、現在こちらでは計画停電はまだ行われていません。計画停電が実施される予定の東京都荒川区です。信号も消えてしまうということで、ご覧のように警察官が待機しています。都内では葛飾区、荒川区、足立区、台東区、町田市がこれに当たる。結局荒川区では計画停電が行われないことになりました。町にはいつもと同じ風景が広がっています。荒川区の商店街では停電が起きる前に閉店を決めた店もあった。店内真っ暗になっちゃって、やっぱりどうしてもお客さん安全考えますと、この辺が一番ちょっときついところで、もうやるやらない本当はっきりしてもらいたいですね。ただいま5時です。計画停電の時刻ですが、信号はついています。東京電力が発表した計画停電、関東の1都9県を5つのグループに分け、1回あたり3時間程度の停電を行うものだ。各グループごとに順番に進めるとしている。首都圏は朝の出勤時間から列車の運休や本数を減らしての運転が相次いだ。巨大タイムが山手線や中央線は運行されたが、本数が大幅に減らされた。